本日は科学技術イノベーションについて重点的に取り組むべき政策をご議論いただきました。有識者議員の方々に改めて感謝を申し上げます。本日の議論を踏まえ3つの基軸で政策を推進していきます。第1に先端科学技術の戦略的な推進です。生成 AI や量子などの技術が急速に進展し、先端技術開発や人材投資の国際競争が激化しています。本日デモを拝見したフュージョンエネルギーでも早期実用化と産業化に向けた競争が始まっています。我が国もムーンショット型研究開発制度等を呼び水として独創的な技術への研究開発投資を加速し、いち早く社会実装につなげていきます。第2に知の基盤と人材育成の強化です。大学ファンドと地域中核特色ある研究大学の振興を両輪として研究力強化に取り組むとともに、若手や女性など多様な人材の育成を強化します。また AI については G7 議長として創設した広島 AI プロセスのもと、信頼できる AI に向けた国際的な議論を深め、リスクに対応しつつ利用の促進や計算資源、データの整備、拡充を中心に開発力の強化に取り組みます。第3に、イノベーションエコシステムの形成です。多様な人材が各々のポテンシャルを生かし、新たな産業創造や社会変革につながる環境を整備します。日米首脳会談で本格始動したグローバルスタートアップキャンパス構想は、そのフラッグシップとなるプロジェクトです。MIT など海外トップ大学の手法を学び、世界に通用するスタートアップの育成に取り組むとともに、全国でのスタートアップ人材の育成を促します。またこれら3つの取り組みの基盤の3つの取り組みの基盤として、国立研究開発法人を中核とした研究機関の連携強化を図ります。本日議論いただきました統合イノベーション戦略2023については速やかに閣議決定をしてまいります。高市大臣のもと関係府省が連携し、大胆な政策をスピード感を持って一丸となって進めてください。以上です。